はい、おはようございます。ぶっきみジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、キンキンぶっきみ動画やっていきましょう。お願いします。今日もね、仕事終わりの不安がりですけども、下が回んないぐらい、もうほんとへとへとボコボコで、ギリギリジャパンって感じですね。テンション上げていきましょう。さあ、今日飲んでくるのこちらです。買ってきました、ザ・プレミアムモルツアンバーエール。あれ、俺昨日アーバンエールって言ったかな。なんか間違ってる気がしますね。過去に飲んだことあるようなないような、ちょっとよく分かってないんですけど、斜めにラインが入ってるこの新しいプレモルの、上のプルタブの紺色のやつですね。このバージョンのはまあ飲んだことないのは間違いない。アルコール分 6% のやつですね。酔っ払いそうですね。なんか飲んだことある気もするんですけど、ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキとジョ、もうとてこれだけで元気になるんですよ。嬉しいな、ジョッキしか勝たん。テンション上がる。さあ、いきましょう。色はね、濃いと見た。それ、うわすごい色してますね。琥珀色って感じかな。やっぱ見覚えあるな。なんか味は甘かったような気がするんだけど、どうやったかな。多分過去飲んでますね。たまらんな、これ。やばやばやば。あー、全部入るかな。なんとか入った。あぶねー、あぶね、こぼれそう。さあ、匂い、うわうまそう。うわ、なんかね、芳醇な香りが香ってきます。色と匂いがね、マッチしてますね。やばいっすね。さあ、ぶっ決めていきましょう。プレモルのアンバーエール、いただきます。いってきます。乾杯。やば、重っ。うーわ、だいぶ今日味わって飲んだけど、もっと味わいたかったな。分割しようかなって途中思ったんですけど、まあ、飲んじゃいましたけど、うわー、ずっしりくる。すげえ。はい、お疲れ様でした。ガム飲みしてやりました。今日のやつですね、この新しくなったタイプの初めて飲んだんですけど、多分ね、覚えてないけど、過去にもね、飲んでますね、プレモルのアンバーエール。ただやっぱ味は覚えてなくて、これ今日飲んだらもうびっくりしましたね。ビール好きな方にも苦手な方にも飲んでほしいかなって感じですかね。味の感想一言で言うと、プレミアムなビールだなって、そんな感じですね。箱買いしてもいいかなってぐらいめちゃくちゃうまかったですね。エールビールって言ってもね、いろいろあるなってのが今日もちょっと勉強になったんで、こんなタイプのエールもあるんだ。すげえ。さあ、そんなやつですけども、これ多分、ね、いつまでも買えないと思うんで、もしかして飲んでみたくなった、気になった方でしたら、ぜひ試してみてください。さあ、最後に一応明日なんですけども、飯テロ動画やってみようと思ってて、リクエストを回収していきます。モスバーガーとマック、これをね、食べ比べてほしいっていうのがあって、何をっていう、まあ、指定はないんですけど、とりあえずまあそれぞれでバーガー1個ずつ買ってきて、まあ、食べ比べる、ぶっ決める、そんな動画やってみようと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これほんとうまかったっすね。また買います。オーライさんです。